時は生来とぼけていてなくし物をよくしてしまうのです。ふとした拍子に物を置いた場所を忘れたり、しまった場所を取り違えて覚えていたり、単純に部屋の片付けが苦手なせいで物の位置がわからなくなったり、そんな私に母が教えてくれたのが、東の神様の存在でした。遠い昔におまじないの本で読んだのだと言います。朝起きるための枕、神様のおまじないと一緒に乗っていたのをよく覚えている、と母は笑っていました。実に簡単なおまじないです。東の方角を向いて、パンパンと柏で覆って、何々をなくしました。見つけてください、お願いします、と祈る。そうするとふっと頭に場所が思い浮かんで、そこを探すと見つかる。しかしどうも、的中率が高い。単なるバイアスなんだろうし、要するに頭を整理するための手段だということはわかっているんです。ですが、ふっと今まで思いつきもしなかった場所がひらめく、よく探したはずの場所から見つかる、そんな体感がありました。私たちの守り神みたいなものだね、もしかしたらご先祖様かもねー、そんな話を家族みんなでしていました。キッチンで作業をしていたら、冷蔵庫の上の目立たないところに、コップ一杯の水が置いてあるのを見つけました。湿気対策か何かかな、と思っていたのですが、しかしそれにしても何かおかしい気がします。おそらく母の仕業だろうと思って、理由を聞きました。何かに備えた方がいいような気がして。母は笑いました。私の脳裏に浮かんだのは東の神様でした。何か、と名前すらわからないものに無邪気に水を備えてしまう母に、私は少し背がヒヤリとするものを感じていました。だからその対象が東の神様だといいな、と思っていたのかもしれません。でもなんだかそれも、東の神様が本当に存在すると認めたかのようで、いえ存在はしていてほしいのですが、胸の隅っこを引っかくような気持ちがしました。東の神様の精度はだんだんと高くなっていきました。母はあるお店で接客のお仕事をしています。あるお客様が母に、大事なアクセサリーをなくして困ってしまった、という世間話をしたことがありました。その時母は、ならこれこれこういうおまじないがあります。気休め程度かもしれませんけどやってみましょうか。そんなことを言って、東を向いて一緒にお祈りをしたそうです。そうしたら翌日、そのお客様がお店に飛び込んできて、今まで何度も探したはずのところから出てきました。本当にありがとうございます。そう言って母に何度も頭を下げたそうです。家族以外でも聞くんだねー、なんて母は話していました。会社に出るため化粧をするのに、口紅の一本がどうしても見つからなかったことがあります。その場では時間がなかったので別の口紅で化粧を終わらせて、仕事を終えて帰ってくるときに、ああそういえば口紅をなくしてたんだった、と思い出しました。帰り道をテクテクと歩きながら、そのことを考えていました。どうしても見つからなかったら東の神様にお願いしてみるか、こんな往来じゃ柏でを打つことはできないし、とりあえずお祈りだけしてみよう。東の神様、東の神様、口紅をなくしてしまいました。見つけてください、お願いします。あ、家に着いた、扉を開けて、ただいま。これ、今さっき出てきたんだけど。母が口紅を掲げて玄関先に立っていました。ある日私は、スケッチブックをなくしました。机の上、本棚の中、戸棚の隅々まで、私がスケッチブックをポンと置いていきそうなところを探しても見つからず、そんな私を見かねてか、母は笑って、東の神様にお願いしたら、と言います。手を打ちました。スケッチブックをなくしました。見つけてください。お願いします。すると母の口から突然、座布団の下。という短い音節がこぼれたのでした。母自身なぜそう言ったのかよくわかっていないようでした。それで私は、そんなところにあるはずないよ、と呆れながら今まで腰を下ろしていた座布団をめくりました。そこに横たわっていたスケッチブックを見て声を上げたのは母の方でした。かすかに産毛が逆立つのを感じ、私はそれをごまかすために笑い始めていました。決定的でした。あ、これ、いる、って。確かに子供のためのおまじないだったはずなんです。でもどんなに検索しても、東の方角に寄せ物の神様がいるなんて記述は見つけられません。何しろ母が読んだのだと証言するおまじないの本も何十年も昔のものですから、日が経つごとに、私たちの神様がだんだんと輪郭を得ていくのを感じています。最近も、おばが柏で覆ってから洗濯物の山が崩れて、中からなくし物が出てきたばかりです。おそらく善良なものではあるのでしょうし、深く感謝はしているのですけど、ただただ不思議なばかりです。私たちは一体何を生み出しているのでしょう。母は今でも、コップ一杯の水を置いています。